デスピナ・オリンピーウ、またはデナ・オリンピーウはキプロスの歌手である。キプロスのリマソールにて生まれ育つ。トリニティ音楽院にてピアノと音楽理論を学ぶ。1992年から音楽の世界で活動を始める。後にギリシャのアテネに移り、ヤニス・パリオスと活動を共にする。この他、ハリス・アレクシウ、ミハリス・ハジ・ヤニス、ディミトリス・ミトロパノス。 ミミスプレッサス、パンデリス・サラッシノス、マリオス・トカスなどと共演する。オリンピウによる、アイ・コーニア・マスは、ゲオル・ゲッサリのアルバム、フトン・オイ・アポノイカ・カ・イロイに、プロス・ラカセレ・クッツ・カイ・サイ・ネ・ディパースは、イメイス・オイ・エリンズにそれぞれ収録され、また、パンデリス・サラッシノスの,のアルバム、AP ・チン・ティ・ロー・ス・チンス・ロッキーでは4曲にわたって登場する。初の自己名義のアルバム、トン・マチオン、 ソーアイカリメラには、サラッシノス山のリリダキ、ゲラシモス・アンドレアトスらの手掛けた楽曲が収められている。2002年、ユニバーサル・ミュージックと契約する。2003年6月、ミハリーソ・ハジアニスの協力を得て、シングル、ベール・モーシキの制作を始めた。ハジアニスとのデュエット曲、NBA、ソー・ガ・ライスも収録した、アルバム、ベール・モーシキは、後にプラチナ・アルバムとなった。 翌2004年には同レーベルから2枚目のアルバム、エクソムロゴが2005年には3枚目のアルバム、オート・イネ・アガピが発売される。2007年春に発売されたシングル、ペス・ツー・ジナタはギリシャ及びキプロスで成功を収める。同年発売のアルバム、マジ・ザ・リスタ・でもミハリス・ハジ・ヤニスラを制作陣に迎え、アルバムはゴールドとなり、2008年には新たに曲を追加した。 再発版が発売された。2010年のアルバム、ミア・スティグ・ミーも大きな成功を収め、キプロスではゴールドとなる。このアルバムでもミハリス・ハジアニスを制作陣に迎え、ヒット曲、パノス・ティー・ニアガピなどが収録されている。2012年、ステレオマイクとの共演曲、デン・エス・フィノ・アポタ・マッチアモーを制作し、キプロス及びギリシャでヒットとなる。 この楽曲は、ハジヤニスのサポートを受けずに制作され、オリンピューにとって新たな一歩となった。ありがとうございます。